議長より発言の許可を得ましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。現在、辰野市町未来創生戦略及び辰野市人口ビジョンが策定されようとしていますが、本市の今後の展望、方針についてお伺いいたします。1番、地域創生、人口減少対策、定住促進について、各1番、辰野市統計表において、人口の自然動態の出生数が減少しているが、本市の対策を伺う。各2番、子育て環境の充実に向け、経済的負担軽減の施策を拡充する予定はあるのか。過去3番、認定こども園が開園し、今後は1号認定においても応の負担となり、一方で、保育士の充実に取り組むとあるが、保育士の確保の計画は立てているのか。過去4番、他市において、訪問型病児保育を実施している自治体もあるが、本市として病児保育の施策は考えていないのか。過去5番、学徒辰野を目指す本市において、教育環境の充実は必要と考えるが、公民館などを利用する地域未来塾を活用し、生徒たちが学べる環境、また社会人が勉学できる環境づくりの整備についての見解を伺う。過去6番、辰野市の市外への広報アピール法を伺いたいと思います。大きな2番、本市の今後の展望について、過去1番、普通交付税が5年かけて減額となり、最終的に5から6億程度減額となる見込みであるが、市民サービスの低下はないのか。括弧2番、人数が減ってきている自治会においては、関連施設などの除草や補修が自らでできなくなってくることが予想できるが、本市はこのような自治会に対し、どのように取り組むのか。括弧3番、公共建築物の再編において、使用頻度が少ない施設においては、売却、もしくは指定管理者制度は有効であると考えるが、本市の考えを伺う。括弧4番、総務省から任期付き職員制度の活動についての検討があったと思うが、本市はどのように取り組むのか。括弧5番、本市が播磨化学公園都市圏域、定住事実圏の中心市宣言を行うとしているが、今後の予定とビジョンをお伺いしたいと思います。以上、よろしくお願いします。企画財政部長。4番、木南祐樹議員のご質問のうち、1点目の地域創生、人口減少対策、定住促進についての1番目のご質問の本市の出生数減少についての対策についてお答えいたします。議員ご承知のとおり、本市におきましては、町人仕事創生法第10条の規定により、現在、辰野市人口ビジョンと辰野市町未来創生戦略を鋭意策定中でございまして、ビッグデータを利用した本市の人口分析をすることにより、人口減少となるさまざまな課題が見えてきました。一般的に自然減の要因としましては、晩婚化や未婚化の上昇などによる少子化が言われておりますが、女性の就業率や3世代同居率、子育て環境などが出生率に影響を及ぼすことが分かってまいりました。これら人口ビジョンから抽出した課題の対応策を辰野市町未来創生戦略において、新経済戦略により仕事を創出する、定住促進観光戦略により辰野ファンを作る、若者応援戦略により希望を叶える、町にぎわい戦略により活力ある地域を作るという4つを基本目標に置き、戦略を展開してまいります。人口の調査をいたしますと、女性の平均初婚年齢は 29.3 歳、平均初産年齢は 30.4 歳で、いずれも30年間で4歳上昇しております。本市でも未婚率が上昇しており、女性の未婚率は30から34歳で 33.9%、35歳から39歳では 20.0%、男性の未婚率は30歳から34歳で 45.7%、35歳から39歳で 33.8% と驚くべき結果となっております。これらのことから早期結婚、
第2子、第3子出産対策は早期に必要と考えられます。特に人口の自然減を解消するために、出会いから家庭づくりに向けた支援、安心して子どもを産み育てるための環境整備、子育て世帯に対する支援の拡充、充実、質の高い教育環境と特色ある教育の推進という4つの施策のもと、これまでの事業に加えて本市独自の新たな施策を展開することにより、段階的に出生率を引き上げるべく取り組んでまいります。次に6番目のご質問の市外への広報アピール方法についてお答えします。地方版創生戦略はまさに少子高齢化対策、定住促進対策であり、自治体間相互の競争という一面を持っており、広報のあり方によってはこれまで培われてきた相互の都市間の信頼関係を損なうこともあり得るという認識のもと、慎重に行うべきであると認識いたしております。そこで現在、地方創生先行型事業で行っております定住促進対策につきましては、特定の個人向けではなく、広く新聞、ラジオ、雑誌、媒体等を通して事業啓発を図る予定でございます。また県が神戸市内で実施しております元町マルシェ運営事業という、地域の農産物や加工品を販売 PR するアンテナショップがございます。ここで地場産品やふるさと納税のお礼の特産品の中でも人気のある農産物などを販売 PR し、合わせて定住促進にかかるコーナーを設置するなど、本市の魅力発信につなげていきたいと考えております。さらに定住自立圏の厚生市長との連携により、デパート等の一部をお借りし、臨時のアンテナショップを展開するなど、さまざまな PR 方法について検討してまいりたいと考えております。次に1番目のご質問の普通交付税の減額による市民サービスの低下についてお答えいたします。議員ご承知のとおり、この度提案いたしております新市建設計画の財政計画におきましては、地方交付税が平成26年度と比べて平成32年度は5億3400万円の減少と見込んでおります。この地方交付税のうち普通交付税につきましては、市長合併後10年間は合併しなかったと仮定した場合に算定される合併算定外による額が交付され、その後5年間は段階的に減額となり、合併16年後の平成33年度からは新市における一本算定による額が交付されるものでございます。合併以降、普通交付税の減少への対応策として、まちづくり改革プラン実施計画に示す5つの重点目標項目に取り組み、事務の効率化や経費削減を行い、その目標を超える実績を残しております。その結果、平成26年の末では平成17年の末と比較して、地方債現在高は額にして191億円、率にして 18.8% を削減する一方、基金現在高は額にして約56円、率にして 50.9% の増加となっております。また新市建設計画の財政計画におきましても、財政調整基金及び減災基金を取り崩すことなく、健全化判断比率等に注視した収支見通しといたしております。しかしながら、普通交付税という一般財源が減額となる以上、歳入総額に見合った歳出の執行はやむを得ないと考えております。今後におきましては、極力市民サービスの低下を招くことがないよう、事業の取捨選択、合併特例債等の有利な記載の活用、使用料と応納負担の適正化、公共建築物の再編などを行い、持続可能な財政運営を目指してまいります。次に5番目のご質問の播磨科学公園都市圏、失礼しました、播磨科学公園都市圏域定住自立圏の今後の予定とビジョンについてお答えします。議員ご承知のとおり、現在本市が中心地となり、宍粟市、佐用町、上郡町の西2町が構成市町となる定住自立圏構想に取り組んでおります。現在は各市町の企画担当者において協議を進めておりますが、今後は9月25日に本市が中心市宣言を行い、来年3月には定住自立圏形成協定の締結を予定しております。締結後、4月からは各市町の住民代表などで構成するビジョン懇話会を設置し、定住自立圏共生ビジョンの策定に取り組みます。
事業の進捗にもよりますが、定住事実圏共生ビジョンの策定は最短で9月末、翌月からは連携事業を実施する予定でございます。どのようなビジョンを描いているのかにつきましては、総務省の定住事実圏構想推進要項に基づく集約とネットワークの考え方から連携する具体的事項として、医療、福祉、教育、産業振興などの生活機能の強化に係る政策分野、地域公共交通、交通インフラ、観光などの結びつきやネットワークの強化に係る政策分野、人材育成、人材交流などの県域マネジメント能力の強化に係る政策分野の3つの分野のビジョン策定に取り組むこととしております。まあ、いずれに対しましても、共生ビジョンと具体的な施策につきましては、今後設置されますビジョン懇話会において検討されることになりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。健康福祉部長。引き続きまして、1点目の2番目のご質問の子育て環境の充実に向け、経済的負担軽減の施策を拡充する予定はあるのかについてお答えいたします。本審におきましては、現在行っております経済的支援策といたしましては、中学校卒業までの児童を養育している保護者への児童手当、第1子5000円、第2子1万円、第3子1万5000円、第4子以降は2万円を支給する出生祝い金、中学3年生以下の児童が医療機関を利用される場合の自己負担額を無料とする子ども医療費助成のほか、チャイルドシート購入費助成などを実施いたしております。また本年4月から子ども子育て支援新制度の実施により、保育所認定子ども園への補助事業が改編されましたが、延長保育や一時預かり保育など、基本的事業については従来どおり実施しているところであり、病後児保育や多子軽減補助事業についても引き続き実施いたしております。また本年10月には、辰野市町未来創生戦略が策定される予定であり、新たな子育て支援施策の展開について盛り込むことを検討いたしております。次に3番目のご質問の認定こども園が開園し、今後1号認定においても応答負担となり、一方で保育士の充実に取り組むとあるが、保育士の確保の計画は立てているのかについてでございますが、先ほど14番三木浩一議員のご質問にありましたとおり、今後幼稚園保育所の再編により認定こども園化を進めていく中で、公立幼稚園および保育所認定こども園に在籍する職員は保育教諭として認定こども園に集約されることとなります。さらに施設再編により余剰人員が生じた場合におきましては、障害児科配等の充実など保育の充実には人員が必要なため、大切な人的資源として配置し、保育の質の向上を図ってまいります。次に4番目のご質問の他市において訪問型病児保育を実施している自治体もある、本市としては病児保育の施策は考えていないのかについてでございますが、本市におきましては多くの保護者からの要望により、平成26年5月より認定こども園マーヤ学園の協力を得まして病後児保育事業を実施しているところでございますが、現在のところ事業の定着にはまだ時間が必要な状況が続いているのが現状でございます。一方、病児保育につきましては、病気の急性期にある児童を看護保育する必要があり、小児科医の関与が不可欠であり、費用負担や医療機関との連携など実施に向けてはまだ多くの課題がございます。したがいまして、本市ではまずもって現在実施中の病後児保育の定着に努めてまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育事業部長。
引き続きまして1点目の5番目のご質問の公民館などを利用する地域未来塾を活用し、生徒たちが学べる環境および社会人が勉学できる環境づくりの整備についてお答えいたします。まず地域未来塾につきましては、議員ご交渉のとおり平成27年度に兵庫学校支援地域本部事業のメニューとして新設された事業でございまして、学校外において学校支援地域本部により培われた地域人材のネットワークを活用して、家庭での学習習慣が十分身についていない子どもなどを対象に、学習習慣や基礎学力の定着に向けた学習支援をしていくものでございます。解説にあたりましては、学校支援地域本部の設置、学校、家庭、地域とのネットワークの構築、大学生、教職員、OB などの指導者の確保など、基盤整備が必須となることから、本市といたしましては、近隣市長の動向も踏まえ、慎重に調査、研究をしてまいりたいと考えております。で、次に、社会人が勉学できる環境づくりの整備につきましては、現在、中央公民館におきまして、市内在住、または在勤の18歳から59歳までの成人の方に、学習の機会を提供し、生きがいのある充実した生活や、地域社会活動の推進に寄与することを目的に、市民大学講座の一環として、成人教室を昼、夜の部に分けて開設いたしております。内容につきましては、教養講座、実技講座などでございまして、昼の部の申し込み者は131人、夜の部は121人で、計252人の申し込み状況となっております。いずれにいたしましても、社会人が勉学できる環境づくりにつきましては、成人教室を核にといたしまして、成人教室を核といたしまして、社会人が豊かな人生を送ることのできる社会の実現を目指して、講座内容の充実と環境整備に努めたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。副市長。引き続きまして、2点目の2番目のご質問の、人数の減少している自治会における関連施設の除草や補修に対する市の取り組みについてお答えいたします。議員ご指摘のとおり、本市におきましても、人口減少、少子高齢化が急速に進む中、市内213自治会のうち、いくつかの自治会において、自治会活動の担い手となる人員が減少しており、これまでそれぞれの自治会において行っておられた草刈りや溝掃除等の作業に、支障をきたすとともに、災害時における自治会としての共助の体制も取れなくなるのではと懸念いたしているところでございます。そこで本市といたしましては、人口減少に伴う自治会の会員数の減少や高齢化などの課題に対しましては、新市発足後、いくつかの自治会が統合されたケースもございますので、まずは近隣自治会との連携を図っていただくことや、自治会の統合等についてご検討いただくことが必要ではないかと考えております。一方、現在本市といたしましては、地区内の公共的な施設における維持管理として、地域住民の皆さんに自主的に取り組んでいただいている生活道路、農道、公園等の補修活動、市道、市立公民館、運動公園等の草刈り等の環境美化活動、さらには広域的になりますが、地区連合自治会を単位とする地域の課題解決活動に対しまして、自立のまちづくり事業として支援を行っているところでございます。今後、自治会活動における諸課題につきましては、自治会の会員の皆さんで知恵を絞っていただき、対応していただくことが前提となりますが、本市といたしましても、自立のまちづくり事業のさらなる活用促進とともに、人的、物的等の観点から、今後どういった支援ができるのかについても、調査、検討を行ってまいります。
次に4番目のご質問の任期付き職員制度の活用についてお答えいたします。議員ご交渉のとおり、任期付き職員制度につきましては、平成14年に地方公共団体の一般職の任期職員の採用に関する法律の施行により創設され、高度の専門的知識を有する者を5年以内の期間を定めて採用できることとされたものでございます。さらに平成16年には、一定期間内に終了することが見込まれる業務、または一時的な業務量の増加に見込まれる業務に対し、3年以内の期間に限り採用できること、またこれらの業務等に対し、短時間勤務での採用ができるよう、制度の拡充がなされたところでございます。任期付き職員制度は、各地方公共団体の運営において、最適と考える任用勤務形態を実現するための手段の一つとして、各地方公共団体の政策的な判断に基づき、必要と認められる職務がある場合に条例により制度化するものでございまして、平成26年7月の総務省通知によりましても、臨時嘱託職員の任用のあり方を検討する中において、当該制度の積極的な活用を検討していくよう要請がなされております。しかしながら、任期付き職員の任用は、高度の専門性が必要となる業務や、一定期間内に終了する業務、一時的な業務量の増加等に限定されていること、また職員定数条例の定員に含まれること、さらには採用試験の導入が必要なこと、そして人件費の上昇が危惧されることなどの観点から、本市といたしましては、これまでは導入を見送ってきたものでございます。いずれにいたしましても、本市における任期付き職員制度の導入に関しましては、今後、業務の内容等を十分に見極め、検討してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。行政改革推進室長。引き続きまして、2点目の3番目のご質問の公共建築物の再編において、使用頻度が少ない施設における売却、または指定管理者制度の活用の考えについてお答えいたします。本市における公共建築物の再編につきましては、本年3月に策定をいたしました、辰野市公共建築物再編基本方針に基づき、現在、施設の再編による施設保有料の縮減、計画保全による施設の長寿命化、保有形態の見直しによる効率的な管理運営の3つの項目を基本方針として、具体的な検討を進めているところでございます。特に具体的な再編を検討する上では、施設の機能や特性、地域のバランス、老朽化の度合いや耐震性、利用状況等、さまざまな要件を考慮する必要がございます。議員ご指摘の使用頻度が少ない施設の売却や指定管理者制度の導入につきましては、単に使用頻度が少ないことを理由に、即時売却や指定管理者制度を導入するという結論には至りませんが、施設の有効活用を考える観点から、当然に売却や民間の能力を活用する指定管理者制度の導入は有効な手段の一つと捉えておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。4番、君南祐樹議員。はい、それでは、順番にいきたいと思いますが、1番の地域創生の部分です。この自然増減につきましては、大きく分けて未婚化と、少子化と、大きく2つに分けられるというふうに思うんです。それについては、その未婚化についてさっき、伺いをしたいと思うんですが、先ほどこうパーセンテージをおっしゃっていただいたんですが、出会いを企画するために、この定例会でも補正予算として上がっていますけれども、2つの II 事業、こちらを出会いサポートセンターに委託するというふうに書いてあります。で、施策としてはいいことだと思うんですが、このほかにもともとある中で、辰野市若者出会いサポート事業補助金交付とあると思います。でこちらは平成25年度決算では、1団体に3回実施、で今回、平成26年度では、1団体に1回だけなんですね。で本年度は10万
多い40万の予算で行っているんですけど、この辰野市若者出会いサポート事業ということにつきまして、現状はどのようになっているんでしょうか。健康福祉部長。若者出会いサポート事業の補助金についてでございますが、今年度につきましては、これまで2団体からご応募がございます。で、年内にはそれぞれ、1回目の、イベントを開催される予定となっております。4番金南雄貴議員。はい、こちらは多分その団体に補助をしてやっていただいていると思うんですが、他に、まあ、今回今、ホームページでも出ていると思うんですが、辰野婚活員赤とんぼ荘、浄化散策や醤油まんじょ体験作りを募集していると思うんですが、こちらは本市が企画してやっていると思うんですが、こちらの状況はいかがでしょうか。以上、健康福祉部長。これは、本年の10月25日、まあ、開催予定ということで、現在申し込みを受け付けておる最中でございます。今月末が、まあ、締め切りと、まあ、いうことになっております。4番君南雄貴議員。今の時代そうやってですね、婚活に対して意識をしている人が多いと思うんですね。で、出会いを場を求めている人も、まあ、いらっしゃると思うんですが、そのためには多種多様な、例えばイベント型であるとか体験型、またレジャー型ですとか講座型のいろいろな形を企画して、まあ、この部分だと参加したいなと思える人を、まあ、たくさん、いわゆる実施回数が多い方がいいと思うんですが、この今の形で、この、今の予算の中で、十分で、この未婚化に対して十分対応できるというふうにお考えでしょうか。以上、健康福祉部長。もちろん婚活のイベント等については、いろんな団体がいろんな形で、回数としてはたくさん、されるのが望ましいと考えております。最初に申し上げました、若者出会いサポート事業につきましても、現在2団体でございますが、今後、さらに、セミナーを開催いたしまして、開催団体を、追加して募りたいと考えております。4番、君南雄貴議員。はい、まあ、市が独自でこのような婚活の、企画をするというのはですね、すごくまあ、いいことだと思うんですが、ただ限度もあると思うんです。公のところがやっているというところがであればですね、市内にはかなり多くの市民団体が、まあ、あると思うんです。 NPO 法人もありますし、また各団体があると思うんです。そういったところに、まあ、この補助金があるので、こういったことを企画していただけないかと、まあ、そういう団体に、まあ、振ればですね、その人たちが考えた企画ができると思うんです。そういった部分についてやっぱり足を運ぶ必要があるんじゃないかなというふうに思うんですが、今のままでいく形でしょうか、それともそういった形で考えていらっしゃいますでしょうか。健康福祉部長。まあ、このような婚活イベントを、まあ、開催していただく、まあ、そのために市の方では、まあ、そういうサポート団体の養成講座と、まあ、いうものをやっておりまして、本年も1回目は、6月の28日に、そういうイベントを行われる団体、あるいはやろうとなさっている、まあ、そういう、皆さんを募集いたしまして、43名のご応募をいただきまして、そういうノウハウを勉強していただく機会を提供いたしました。さらに今年度もう一度開催する予定をいたしておりまして、まあ、そういう中で、企画されるような団体が増えてくれば、望ましいものと考えております。4番君南雄貴議員。はい、ぜひともそういった団体にですね、いろいろ、まあ、市からまず広報していただいて、でそれについて、まあ、いろんな企画を挙げていただくと、市が主導でやるのにはやはりなかなか難しい部分もあると思いますので、逆にそういった企画があれば市の広報などで、広報していくなどしていた、そういった側面的なことを考えていただきたいなというふうに思っています。でそちらについてまた未婚化が少しずつも解消ができればというふうに思っています。続いて少子化の部分、もう一つの少子化の部分ですが、これは先ほどの2番のところにもかかってくると思うんですが、この出生祝い金、先ほど金額をおっしゃっていただきましたが、この増額の予定というのは今のところないんでしょうか。健康福祉部長。先ほど申し上げました出生祝い金でございますが、まあ、合併後、この水準で給付をいたしております。現在のところ増額の予定はございません。4番、君南雄貴議員。
はい、これ、他市の中では一つ目玉として、出生弱金が多くなって、人を呼び込もうというような形の施策の一つだと思うんです。で、実際的にそのお金というのは私も懸念がありまして、実際正直申し上げますと、お金をいただいてもそのお金をプールというか貯金に回したりですね、なかなか本当に使用するのかどうかというのは、各家庭によって違うと思うんですが、他の他市団体で他の自治体では、今回のプレミアム商品券のような、いわゆる地域でしか使えない券を発券してまして、それを地元の企業さんで使っていただくと、そうなると産業も発展しますし、またそういった子育て世代の、いわゆる必需品などが、購入できると、そういった部分で、いわゆるお金じゃない部分とかで考えて、経済的負担の軽減をしていただきたいというような特色というのは今のところ考えていらっしゃらないでしょうか。健康福祉部長。そういう新たな、対策でございますが、先ほど申し上げましたように10月にはそういう町未来創生戦略というものが出されてまいりまして、それに基づく具体的な事業というものを、展開していくことになりますので、その中でまた改めて考えたいと思っております。4番、木南祐樹議員。はい、ぜひとも、そういった形で特色を出していただきたいなというふうに思います。それとともにですね、出産に対する意識として、国立社会保障人口問題研究所が2010年に実施しました第14回出生動向基本調査によると、子どもの理想的な数というのが調査以降最も低くなっているんです。その理由としては、やはり子育てや教育にお金がかかりすぎるというような意見が多いんですが、特に、2人目から3人目、への壁が大きいと、このいわゆるこれが2人目から3人目になることによって出生数も上がるというふうに思われるんですが、この2人から3人目というと、このデータを見てもですね、平成25年でしたら第2子が236人で第3子が96人とガクンと減るんですね。この2人目から3人目をどうやってか、どうにかして3人産んでいただくというようなところ、これこの間の子育て集いの広場のお母さん方との元気アップサロンでも意見が出ていましたので、ご承知のことだと思うんですが、この3人目の施策というのも市独自であれば有効だと思うんですが、そういったことは考えていらっしゃらないでしょうか。企画財政部長。私の方からもお答えしたいと思うんですが、今回人口ビジョンを作るにあたりまして、アンケート、市民アンケートを取らせていただきました。そうしますとですね、理想と現実がかなり違うというのが分かりました。実際に、お子さん2人持っている方は実際には3人欲しいんだというふうな乖離が出ております。そしてですね、そういった3人おられる世帯はどうなんだと調べますと、これ同居世帯が多いんですね。3世代同居世帯、そしておばあちゃんがおられて女性奥さんが働きにおられる、要は女性が就業されている世帯、これが3人の方が多いんですね。やはりそういったアンケートと実態を踏まえますと、いかにして早く結婚していただいてですね、2子3子となる若め、先ほど初婚年、初産年齢が 30.4 歳と言いましたけれども、それを痛い子を早めに産んでいただくと、1歳でも2歳でも早めに産んでいただいて、経済的負担がやっぱりあることは、3世代同居しとった場合には、3人目ができてるんですね。やっぱりおじいちゃん、おばあちゃん見てこれ、そしてまた保育環境もあります。で、保育施設が近所にある方は 3人目を産んでおられる方が多いんです。これは実態のビッグデータを使った地域に割り当てて考えた調査なんですけどね、具体的にやってみるとそういうことが分かってきたと。じゃあそういったことが原因と結果がちょっと分かってきたことから、どうしたらいいのかというのは、こういう、3世代を進めるため、3世代同居を進めるための施策であるとか、早く結婚してもらうための、婚活イベント もちろんそうなんですけども、そういったものとか、そういった因果関係いうんですかね、そういうデータに基づいた対策を、この、建国支部長言われたように、この10月の創生戦略の中で新たなことをやっていきたいと。それと行政、言われたように、もう一つは行政だけではもう無理なんですよ。だから
要は地域で支え合う生き生き子育ての町立つのということで、まあ、子育て政策をやってるわけですけれども、まさにですね、地域が一体となって子育てしていきましょうというような考え方、全市民で子育てを応援しましょうというような考え方をやっぱり押し出してですね、それを戦略に踏まえたいなというような概念でおりますので、ご理解願いたいと思います。4番木南祐樹。はい、よくわかりました。ぜひともその部分を推し進めていただきたいなというふうに思います。それとともに、まあ、その3世代の世帯への施策とともに、やはり、まあ、その費用的な部分もどうしてもやっぱりかかってくると、懸念としてはどうしても残ってくると思うんです。例えばですが、今3人目の、保育料、これでいうと、上の子が3人ともが保育席であれば3人目は無料です。ただ小学生に上がると、かかると。こういった部分についても、まあ、前もお話しさせていただいたと思うんですが、小学生中学生ほどかかると、そういった部分についての、まあ、その3人目の中で先ほどの部分も踏まえて、こういったことも、考えて、経済的負担について考えてはおられますでしょうか。国支部長。今の議員がおっしゃいましたように、保育料につきまして、小学校就学前の範囲に3人いらっしゃる場合はその3人目は無料というのが現在の制度でございまして、今おっしゃるように、そのいくつになっても、まあ、そういう3人目であれば無料というような形ができれば、それはそれで、3人目というその子どもの促進に、まあ、つながるものではあろうかと思いますが、まあ、そういうことにつきましても財政負担が非常に大きくなってまいりますので、まあ、現状では、先ほどから申し上げたような内容になっております。4番木南祐樹議員。はい、ちょっとだけ調べてみたんですが、平成25年の決算では、いわゆる多子世帯3人目のお子さんへの、県から、これ県費ですね、114世帯116名、平成26年では104世帯110名に県から、先ほどの3歳未満であれば5500円、3歳以上であれば4000円出ているんです。で、実際的にその保育料につきまして、市民割の部分でいろいろ計算して、例えば、平均3万円ぐらいだと計算したときに年間36万円、この分を市が補助したとして、例えば6年間預けても216万円なんです。で、子ども1人生まれれば0歳から18歳まで、だいたい辰野市に住むと考えたときに、800万から1000万円養育費がかかるんです。ってなったときには、1人でも多く産んでいただいた方が経済的効果も出ると思いますし、また学校でも集団教育、複数学級っていうのも、また見えてくるんじゃないかなというふうに思いますので、先ほどの、まあ、その3世帯の部分も踏まえて、こういった経済的負担につきましても、また、精査して考えていただきたいなというふうに思っております。続きまして、その3番の、子ども園についての、保育士の確保の部分なんですが、先ほど、まあ、ありますけれども、この市独自の、基準というのは、いわゆる国から基準は示されていると思うんです。0歳には3人、1人に対して3人つけましょうと。1歳か2歳では6人に対してというような形であるんですが、こういった基準、辰野市であればいわゆる大野負担、1号認定も大野負担になるという部分があると思うんですけど、この1号認定において、今クラスに対しての基準だと思うんですが、いわゆる1対30という形で保育士をつけるという形なんですが、この部分について本市としては、その子育て環境、いわゆる安心して預けれるという環境で独自に基準を設けるつもりはありますでしょうか。健康福祉部長。まあ、1号認定のお話でございますが、国の方の配置基準がございまして、3歳児であれば20対1ですとか、4、5歳児であれば30対1というものがございまして、それらにつきましては本市も同様に、しております。それ以外のお話といたしまして、いわゆる加配のお話がございまして、本市独自でございますが、障害児保育といたしまして、特別児童扶養手当の対象児童、3名につき1名の加配と、まあ、いうようなことをいたしております。まあ、その他、まあ、個々、特殊な事情がございます場合には、それを斟酌して、加配をする場合がございます。4番木南祐樹議員。はい、先ほど3人に対して1人ということなんですが、
年齢が全て違うと思うんです。場合もあると思うんです。例えば0歳の子と3歳の子と5歳の子がそういった部分が必要であると。で基準であれば3人に対して1人だから1人しかつけれませんというようなことであれば、なかなかその預けている親御さんも不安にしかならないと。そういった部分に対しては、各園によって変えれるというふうな認識でよろしいんでしょうか。以上、全国支部長。先ほど申し上げました障害児に対します加配の現実でございますが、3名までに対して1名の加配をしておりますが、現実には園ごとには、対象児童は1人というケースがほとんどでございます。4番君南祐樹議員。現在の時代ですね、発達障害の児童も増えてきているわけで、この前の神戸新聞でも、療育手帳が増えているという部分があります。そういった部分で療育という部分が必要になってくると思うんですね。この部分について必ず市としては、今はその状況かもしれませんが考えていく必要があると思うんですが、そういった部分も計画として入っていますでしょうか。健康福祉部長。議員もご承知のように、いわゆる知的障害の範疇に入ります、含まれますが、いわゆる発達障害というものも近年にわかり注目されまして、対象児童のあるいは子どもの数も増えておるような実態はこちらも承知をいたしております。この幼稚園あるいは失礼しました認定こども園等につきましても、そういう子どもの状況に応じまして必要に応じて加配を考えたいと思っております。4番君南祐樹議員。今は民間の認定こども園も増えてくるという部分もあります。で、効率としてできることということで、こういった部分もう辰野市であればどこに預けても安心だという部分では行政として考えていただきたいと思いますので、特に保育士というのは不足というのは全国的に不足というふうな部分もあります。でちょっと後ほどお伺いしますけれども、必ず保育士を確保していただきたいなというふうなことを思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。続きまして4番の病児保育につきましてですけれども、こちらは先ほどのご答弁いただきましたが、普段から医師会との意見交換は行っているんでしょうか。国支部長。それは特に実施いたしておりません。4番君南祐樹議員。いわゆる医療計画については県が主導しているというふうに思います。で市がなかなか計画を立てるのは苦手だというふうにお伺いするんですが、やはり市といわゆる医師会とかが、もっと話し合っていかないと、こういった病児保育について、進んでいかないと思うんですけども、そういった部分についてはいかがお考えでしょうか。健康福祉部長。病児保育についてのご要望、先日ございました、元気アップサロンでも出ておったということは承知をいたしております。ただそういう形で、開催されておった要望が出ておりました。病児保育も全く同様でございますが、実際には蓋を開けて、サービス提供いたしますと、利用が非常に少ない状態が続いております。昨年に比べて若干増えておるようでございますが、病児保育も、例えば今年度でしたら4月から8月の間で延べ10名のご利用しかないというのが実情でございまして、そういう中で病児保育もこのまま維持していくのは非常に厳しいので、なんとか利用者を増やす努力をまた考えたいと思っているような状況でございます。従いましてそういう中でさらにその医療機関との連携の必要な、あるいは医療機関にも当然一定のご負担のかかってくるような病児保育を進めていくというのは非常に難しい状況に今あるのかなと理解しております。4番君南祐樹議員。難しいという部分も分かるんですが、とりあえずお医者さんとですね、市民病院もあると思いますので、そういった部分も踏まえて、療育のことも含めましていろいろとお話をしていただきたいなと思います。特に大阪とかでしたら、いわゆる共済という形で、負担し合って病児保育を行っているという事例もございます。病児保育をすぐにということではないんですが、子育ての環境整備ということも踏まえていけば、こういった病児に対してのことも検討としてどんどん進めていただきたいなというふうに思います。続きまして5番の部分に行きたいと思います。こちらの学徒立つのを目指すということで、まず大人についてなんですが、そのような
勉学のできるスペース作りというのがたくさん講座があるということで、これはこのまま続けていただきたいと思うんですが、とともに、まあ、よく言われるんですが、 Wi-Fi の設備とかがあればというふうなこともあるんですが、そういった設備については、今後設置していく予定とかございますでしょうか。教育事業部長。はい、Wi-Fi の設置でございますけれども、まあ、本市におきましては観光地の紹介ということで本年度実施する予定としておりますけれども、そういう勉学のためだけいうことでの Wi-Fi の設置等については現在のところ検討はしておりません。4番君南幸議員。はい、まあ、観光という部分での Wi-Fi 設備というのは必要だと思うんですが、まあ、よく聞くのが、先ほどの部分でありますけど、避難所として設置される場合も多いと、二次避難所として設置される場合も多いと、そういった時にネット環境が欲しいというような市民、それがあればいろんな情報も得られるというようなことも聞けます。そういった部分について検討をまた行っていただけたらなというふうに思ってますが、いかがでしょうか。本部長。指定避難所あるいは二次指定避難所についてはですね、今後そういうようなことにつきましても検討させていただきます。はい、4番金南幸議員。はい、すみません、ちょっと、元に戻りました。公民館の利用なんですけども、まあ、ちょっと学生の方に行きますと、特に中学校3年生の子どもたちの実態を見ますと、まあ、夏休みに入ると、まあ、部活も卒業、引退という形で、まあ、受験モードに一気になるんですね。で、こうなると夏休みになると、中学3年生の子どもたちはだいたい塾に通わせようというようにする親が多いんですけども、まあ、夏休みっていうのは長期期間ありますので、かなり塾費用も高額になる場合も多いんです。で、経済的に余裕がある人もいるんですけど、そういうような家庭ばかりじゃないと。で、現在多分学校においていろいろ夏休み期間中でも学校の先生が来てくださって補習をしてくださっていると思うんですけども、実際教室でやってもですね、夏休みはもう暑くてですね、なかなか勉強できないと。で、こういった環境づくりというのは重要であって、その部分でこういう地域未来塾のような公民館の利用というのは効果的ではあるのではないかなと思うんですが、こういった環境づくりについてどのようにお考えされていらっしゃるでしょうか。教育事業部長。先ほどご答弁させていただきましたように、地域未来塾を開設する場合につきましては、地域支援本部の設置ということからスタートいたします。あるいは学校との連携ですとか、地域の連携が必要な、その中におきまして、その地域未来塾が開設できるということでございます。その場合につきまして、利用する施設ですね、その場合は図書館等、あるいは地域コミュニティセンターですとか、あるいは公民館ですとか、そういうような場所で開設ということになろうかと思います。その際につきましては、減免になるのか、あるいは免除になるのか、今後ちょっとその点は検討させていただきたいと思います。4番、君南幸議員。この昨年からできました、この兵庫県のこの地域未来塾というのはですね、実際的に短期でも設定が可能ということで、上限24万円。の事業だったときに3分の1が国、3分の1が県、持っていただけるというようなところです。で、まあ、多市町とのことも考えて検討していただくというお答えでしたので、ぜひとも検討していただいてですね、そういった児童や生徒が勉強しやすい場所づくりをどこか作っていただきたいな。他方、例えば継続としてはですね、姫路市では青少年センターが市民会館内にあって自習スペースというものがあるんです。いわゆる勉強するスペースというのが今のところではない、辰野市ではちゃんとしたところはないと、こういったところについて、整備については考えていらっしゃらないでしょうか。教育事業部長。確かに姫路市の場合につきましては、図書館におきましてもそういう学習室等があるということは承知しております。しかしながら辰野市におきまして、旧の辰野市の場合、そういう学習室というものがございましたですけれども、特定の方が使用してしまって一般の人が使用できないですとか、あるいは図書の量が増えてくるとかいうふうな諸問題もありまして、辰野市の市内の図書館におきましては、そのような一般に市民の開放された
これは図書館ですけれども、そのようなものはございません。で、図書館はそういうような施設ですけれども、じゃあ公民館はどうなのかということでございますけれども、まあ、公民館におきましては、まあ、設置条例に基づきまして、会議室の利用の場合については、まあ、料金を徴収するということになっておりますので、公民館等についても、そのような施設の開放等については、まあ、現在のところ検討しておりませんということでございます。4番、木南祐樹。その状況であれば、今、その自習スペースというものはないと思うんです。まあ、例えばですが、中和校であれば、まあ、全部の教室にクーラーをつけるというのは難しいと思うんですが、図書室、中和校の図書室に例えばクーラーがあれば、そこで自習ということも考えられると思うんですけど、そういったことについては考えていらっしゃらないでしょうか。教育事業部長。確かに学校の場合にエアコン等を設置しておりますのは、保健室、事務室、校長室、そして職員室ということで、図書室には原則私どもの公費を使ってのエアコンは設置はしておりません。あ、そうですね。で、学校によりましては、その図書室にエアコンが設置されている学校もあるというふうには聞いておりますけれども、これは、まあ、先ほど三木議員の方もご質問の方にもありましたように、まあ、PTA の方で、まあ、設置していただいたと。その代わりに、PTA も使う代わりに職員も使うというふうな形で利用されたというふうには聞いておりますけれども、現在のところ図書室に公費を使って、エアコンの設置というところまでは至っておりません。4番、木南祐樹議員。はい。まあ、先ほどの三木議員さんと同じような質問になるんですが、まあ、こういった環境づくりについてや、ぜひとも市とは主導していってもいいんではないことからかなと思ったりしますので、ぜひとも、いわゆるその東中学校や西中学校のお子様 PTA が、確かに PTA が素晴らしいだと思うんですけども、例えば他の中学校に関してはそういった環境がないということを鑑みていただいて、ぜひとも検討していただきたいなと思います。特に、まあ、この生徒につきましては学校教育課で、公民館につきましては社会教育課というようなところで、いわゆる縦割りになりますので、どうしても考えて行政としては考えられると思うんですけど、この部分を横につなげるのはやはり市長や副市長、まあ、教育長だと思うんですけど、市長はそういった環境整備についてどのようにお考えいらっしゃいますでしょうか。まあ、いろいろな取り組みについては、担当課だけで物事が解決する時代ではないという認識が正しいと思います。なぜならば、この今回、ふるさと創生ということで地方創生戦略を今策定中でありますけれども、主な項目を集約しますと大体4つぐらいに集約できます。雇用創生、人口管理、若者未来、地域活力。これどれを取ってもどこか一箇所でですね、やり遂げるというのはなかなか難しいとなると、要するに市役所チーム立つのとしてですね、全体でとにかく取り組む。例えば子育てについてもですね、さっきからご指摘いただいているように婚活から始まって、要するに、まあ、結婚していただいて、そして、まあ、妊娠していただいて出産をして、それからまた子育てが始まっていくという、まあ、こういう流れになるわけですので、これをその一括してですね、いや、ここまでは児童福祉課ですよ、こちらは健康課ですよとかですね、そういう時代ではないので、これをその一貫したご指摘の、まあ、横串的といいますかね、全体で考えていく流れをしっかりサポートしていくと、そういう時代がまさに来ておりますので、細かく顔を分けてね、一つ一つうちはここまでしかやりませんと、そういう時代ではないという認識はしておりますので、今後組織、そして人事、そういう面においてもですね、そういう方向性を打ち出していきたいなというふうに思っております。どうぞまた今後ともご提言をよろしくお願いいたします。4番、木南祐樹議員。はい。ぜひとも、市長主導で、また市、行政主導で行っていただきたいなというふうに思います。6番のところに行きたいと思いますが、辰野市の市外へのアピールなんですが、先ほど、まあ、新聞などやラジオという部分があったと思うんですが、この部分で、辰野市の広報は十分、できているというふうにお考えでしょうか。企画財政部長。どれをもって十分というのは言葉は言えないと思いますけれども、
少なくともですね、町未来創生戦略の推進委員会の中で、ラジオ関西の支社長、姫路社長、あるいは神戸新聞の姫路社長さん、入っていただいております。で、まあ、アピールという点では、9月の12日に谷五郎の笑って暮らそうというラジオ番組に市長出演していただきまして、定住促進と、まあ、子育てについて、まあ、ラジオ放送ですけれども PR していただきました。で、今度9月の24日にも三上公也の情報朝一という番組に市長また出演していただく予定いたしております。まあ、そういったことでメディアを通して、まあ、やっていこうと、まあ、そういったインサに入っていただいたので非常に協力的にやっていただいております。で、この十分化ということなんですけれども、なかなかこれ情報発信難しいですよね。基本的に言いますと、これ自治体間競争やけれど、まあ、喧嘩みたいなもんですわ。よそから人口を呼んでこういうことやから、ちょっとやっぱり行儀が悪いことにも、一方では行儀が悪いような話にもなるわけですね。で、それをどうすればいいのかというなると、やっぱりいろんな方面、公共を使った立場でやった方がいいだろうと。だ、例えば今度、立ついらっしゃるような事業ありますよね。神戸から、阪神間から立つのに来ていただきましょう。よう来たったのは立つの事業という、あるいは II 事業といって、先の婚活イベントなんかもそうですけれども、そういったところについては行政がやるんじゃなくって、委託した旅行者であるとか、NPO 法人が京阪市において市がやってますよということで PR している。第三者にお願いすることによってちょっと、まあ、トーンというんですか、やり方も下がっていくと。ただ PR ができていくと。我々としては、行政としては、やっぱりアンテナショップであるとか公の場で正式なところで、まあ、やっていくというような形で、個別に対応するんじゃなくって広く進めていくと。で、まあ、まあ、いろんな意味でその神戸京阪神という大都市圏ということがターゲットにしなくては、近隣のお隣さん、定住自立圏もやっていきますので、角を突き合わすわけにいきませんから。一方ではですね、定住自立圏の中でも今話の中ではですね、市総がこの間消防団の婚活イベントをやって、かなり結果が出たような企画担当者の話がございました。ですから、定住自立圏を組んでいるところで一緒に婚活イベントをしましょうというような案も出てきているわけです。ですから、やはりそのお互いが定住自立圏の中で、まあ、困っていること、課題、共通の課題は一緒に解決していきましょう。で、一緒にそういったアンテナショップを作っていきましょうというような話もできておりますので、まあ、十分かとは言われれば、なんとも言えませんけれども、我々としてはいろんな方法で、PR してまいりたいと思います。まあ、お知恵があればまたよろしくお願いします。4番、君南由紀。はい、まあ、その定住自立権の部分でいうと、まあ、そういった他市町との、ことも考えなきゃいけないと思うんですけども、例えばですが、他のところでやっているのが、まあ、よく、芸術や芸能で部門で、まあ、他方で活躍されている方、いわゆる観光大使というようなものもあると思います。そういった部分については考えていらっしゃるんでしょうか。企画財政部長。ですね、観光大使について、まあ、東京懇話会の中で、この方を観光大使してはどうかなというようなご意見もいただいたことはございます。それについては、まあ、今の検討課題とするんですけれども、市民アンケートの中でですね、まあ、何弁護士だったか、テレビで撮ったここ、まあ、失礼しました、丸山弁護士なんかもしていただいたどうかいうような市民からのご意見もいただいております。まあ、そういったことも踏まえてですね、全体的に検討してまいりたいと思います。4番、木村美由紀。はい、まあ、近隣というよりも、いわゆる東京圏というのを、どういうふうに考えていらっしゃるのかというのをちょっと市で聞きたいなと思ってたんです。つまり8月末に兵庫出会いサポートセンターが東京駅近くのパソナビルに、開設されました。いわゆる県との連携を取っていただきたいと思いますし、まあ、東京では地方暮らしのための説明会、ふるさと回帰支援センターや日本移住交流ナビ、通称ジョインというのが、まあ、毎回開催されているわけです。いわゆる田舎暮らしになったり地域暮らしを応援しているサイトがあるわけで、そこに結構足を東京の方でも運んでいらっしゃると。こういった部分についてですね、豊岡市では東京にアンテナショップもあったりします。まあ、アンテナショップを作るというのは、まあ、経費がかかってきますので考えるべきだと思うんですが、東京への営業という部分でどのようにお考えいらっしゃいますでしょうか。各財政部長。
実際のビッグデータを使った調査によりますと、実は東京はそんなに転出し多くないんです、2015年で確か22人だったと思います。でむしろですね、京阪神、大阪、神戸にもちろん姫路が一番多いんですけれども出てるんですね。でこの地方創生ということは大都市圏、まあ、いわゆる三大都市圏から人口を呼んでいこうということですね。で我々辰野市サイドの課題から言いますと、東京よりむしろ大阪神戸なんですよ。だから東京にアンテナショップというよりも我々は神戸大阪にデパートに出向いていって辰野を PR したいと。でむしろそういうことが結果分かってますんで、その部分から我々としては今言いましたように神戸大阪というような形での対応にとりあえずはやっていきたいと、まあ、将来的には東京ということも考える可能性もあるというふうにお考えいただけたらと思います。4番木南由紀議員。はい、まず辰野市を知っていただかないと辰野市に、住んでいただかないと思いますので、ぜひともそういった京阪神、そのデータがあれば京阪神からでも、どんどん、いわゆる営業をかけていただきたいと。まあ、企業も来るのも結局辰野市というのを知らないと来ないと思いますので、ぜひともその部分、対外的な部分のアピールについて考えていただきたいなと思っています。で大きな2番の方に行きたいと思いますが、交付税につきまして、この本市では毎年10億円前後、余剰金、剰余金というのを計上しています。つまり、歳出余剰金ですね。これが今のこの5から6億になってしまうということは、いわゆる、余剰金が出ないというような認識でよろしいんでしょうか。企画財政部長。実質収支のことだろうと思うんですけれども、ここ数年は12億とかそういうような形でやっておりました。で今去年は確か8億程度だったろうと思うんですけれども、やはりそんだけ、まあ、今の新市建設計画においても実質収支がプラスになるというような計画でしておりますけれども、非常に厳しい状況になるということは想定しております。ですから、まあ、収支マイナスプラスマイナスゼロ、32年、平成32年においてはですね、実質収支プラスマイナスゼロという、収支均衡というような形での、計画になっていると思います。4番木南由紀。はい、まあ、単純に、今のままでやると収支いわゆるゼロベースで、先ほどの答弁にありましたが、歳出の分の予算が今と同じぐらい組めなくなるというような考え方、いわゆるその、事業を仕分けしていくという形だと思うんですけども、まあ、それとともにですね、いわゆる市税も減ってくると、で扶助費は逆に多くなってくると。でどうしてもやっぱり歳入を増やすということを今からでも考えていかないとどうしてもいけないんじゃないかなと思うんですが、この歳入を増やすということについて、まあ、いずれより分かりやすく言うと人口増加があれば市税が増えるというようなことがあるんですけど、それ以外につきまして何か施策を考えていらっしゃいますでしょうか。拡大政部長。もちろん市税の徴収率の増加ということは徴収率のアップということはあると思いますが、町未来創生戦略においてはやはり人口増加をするためには企業誘致ということもやはり考えていかない、いかないだろうと。要はそれとか創業支援ですね。で都会から辰野に来ていただいて、まあ、定住促進でもすでに創業支援をやっておりますけれども、都会から辰野に来ていただいて、まあ、創業していただく人を増やすであるとか、また本当に企業を来ていただいて、あるいは本社をこっちに持っていただいたらこれぐらいのこのようなインセンティブをしますよとか、そういったことでやっぱり企業の誘致もお力を入れていかなくてはならないだろうと思います。もちろん歳出の削減もそうなんですけれども、おっしゃるように、まあ、税収の増加に向けたいろんな施策によって人を呼び込むことによって、税収を確保するというようなことも必要だろうと考えております。4番木南由紀議員。はい、いわゆる私もその法人税という部分が今後、必要になってくるんじゃないかなと。いわゆる企業の誘致だったりすることによって人も増えますし企業も増えると。で今回いろいろ辰野市の統計書を見ますと、いわゆる工業の事業者数、いわゆる商業の商店者数が毎年減ってきてるんですね。この部分でいうと、いわゆる税収についても大きく影響してくると思うんですが、これについては、いわゆる既存の、いわゆる創業支援ではなく、既存の企業に対しての対応策というのは考えていらっしゃるんでしょうか。はい、拡大政部長。
そうですね、すでに、経済パートナーシップ事業ということで、辰野市に起用される方々の、まあ、重役クラスの方に寄っていただきまして、第1回の会議を 7月だったと思うんですが、させていただきました。そういった中でですね、企業さんが自分とこの工場を拡張したいんだけれども、いろんな土地の規制があってなかなかできないんですけれども、どういった知恵がありますかとか、あるいは企業を事業を拡張するにあたって少し経済的な支援いうんですか、新たな支援の創作はないですかというようなことをご意見いただいております。また今の工場では手狭ですので、辰野市の都市政策をもう少し見直していただいて、新規に工場を建てれるような場所を紹介していただけませんかとか、そういったこともございます。そういったことで、大企業については、その経済パートナーシップ事業の中でいろんなご意見をいただいておりますし、我々、入札担当もしておりますので、辰野市の公共工事につきましてはですね、市内優先で、市民税を売り上げを確保していただけますとですね、市民税が確保できるわけですから、市内をできるだけ市内の業者さんに発注するような工夫なんかも、一方では限定という、一般制限付き競争入札の中でですね、市内限定というような形のことも考えて、市内の企業を優先的に考えるというようなことも努めてやってございます。4番、君並勇気議員。はい、いわゆるその既存の部分で、いわゆる、今のいろんな原因があると思うんですが、いわゆる市の発注が他市に回ってしまっているということが、結構見られると思うんです。いわゆる辰野市の入札資格集スクールも、いわゆる資料を見てみても、290社に、市内は290社なんです。市外は2044社あるんです。つまりそういった部分を改善していただくことで、いわゆる地元の事業者さんを守るというふうになると思うんです。ちょっとその契約については、ちょっと今回の通告 と、 ちょっと少し離れてしまいますので、また次回というふうに考えさせていただきたいと思うんですが、いずれにしましても、市民サービスの低下という部分でいきますと、市役所内において例えば商業がなくなると、商売場所がなくなるということは、不都合が、いわゆる不便さが出てくると。今でもそうなんですが、産婦人科が辰野市ではないという部分でいうと、今姫路やいわゆる軍民病院さんに行かなきゃいけないというような状態になっていくと思います。いわゆる商業、地元の商業を守るという部分で、そういった契約についてもですね、ぜひとも考えていただきたいと思っているんですが、そういった部分はいかがでしょうか。企画財政部長。商業を守るということはやっぱり少額随行の場合が多いと思うんですね。物品の購入であるとかいうことになると思うんですが、少額随行の場合はですね、それぞれ各課で随意契約を、物品に言うと80万以下ですけれども、そういった部分については各課で対応しているんですけれども、契約課の方からはですね、まず市内にあるものは市内の業者で買いなさい、で、それが新宮であれば新宮のところから買いなさい、でなければ新宮から辰野というふうに広げていきなさい、そういった通知文を出させてもらっているんです。 できるだけもうないものは市外の業者でもいいですけれども、できるだけ市内の業者で買いなさいというような通達をし、また合議が回ってきたとき、私も見た場合は市内以外のところで、混在していた場合はですね、市内優先のするようにですね、助言もいたしておりますし、契約下においてもですね、そういったことで助言をさせていただいております。ですからそういったことで、市内の業者さんを守るというんですかね、そういったことについては異を用いておりますので、ご理解を願いたいと思います。4番、君並勇気議員。はい、こちらの分につきましてもまた、いろいろと検討いただいて、いわゆる企業を守っていただくというか、企業についても注視していただいて、まちづくりの今回の創生戦略につきまして、創業支援だけでなく既存企業についても考えていただきたいというふうに思っております。続きまして2番の、事実のまちづくりというところなんですが、いわゆる市としては申請があった団体にはそういった相談を受けて、いわゆるやっていると思うんですけども、そういった部分がないという部分で、
もういわゆる自立を促すために収益を上げる仕組みをそれぞれの各自治体で考える必要があると思うんですが、そういった部分で以前ありました市民と職員が対等な立場で連携して知恵を出し汗を流しながら公益的な事業を伴っているまちづくり塾というのがあったと思うんですが、これは今はこういどういった場で発揮できるというふうにお考えなんでしょうか。副市長。まちづくり塾につきましては現時点では今やっておりません。あの議員ご承知のとおり、ただそこで出た施策とか今後の展開という形では、あの原始性の中でそれを、まあ、あの受け入れて拡充しているというそういう状況でございます。本番木南由紀議員。はい、いわゆる自立のまちづくりで申請してくる自治会というのは、まあ誰かがリーダーシップを取って やられていると思うんですけど、いわゆる待っているだけではなくて自立を促すようにはこういったまちづくり塾というのは効果、このような部分は効果的だと思うんです。子育て、会議においても、まあ、地方創生のこういった部分においてもいわゆる今は集まって会議をしてますよね。そういった部分をいわゆる市主導で例えばこの地域に関してもっと皆さんで考えましょうというそういった、ことをですね、市の中で、どん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 会議を行っていただいてみんな市民に認識していくことが自分の町をどうやって守っていくのかということにつながっていくと思うんですが、そういった部分については考えていらっしゃらないでしょうか。副市長。やはりそれぞれの地域を考えるということについては今現時点では自治会さんが中心になってですね、やっていただいているという、まあ、そういうふうに受け止めております。ただそういう中でね、自治会の会合なんかに行きますと私どもの、まあ、自立のまちづくりですね、そういった事業の啓蒙啓発等もやっているというそういう状況でございます。4番木南由紀議員。これから、まあ、町で人口減少が今のままであれば起こるという部分がありますので、そういった部分も地域サービス市民サービスの低下にもつながると思いますので、ぜひとも市民の方々を巻き込んでいただきたいなというふうに思っています。3番の公共建築物の再編につきましてですが、いわゆる先ほどいろいろと ご答弁いただいたんですが、条例の縛りがあって使えない部分といういわゆる教育施設とかあると思うんですが、こういった部分をできる限り早めに外すことでいろいろ活用ができるんじゃないかというふうに考えているんですが、そういった部分の条例の縛りについて用意どんでなくできるところからやっていくという考えは今のところないんでしょうか。行政改革推進室長。そうですね、まあ、もちろん条例による施設もございますし、他の施設もありますけれども、そういったのの改正を考えると同時にですね、例えば今使用が少ない施設があればですね、じゃあそれはどうして利用が低迷しているんだろうか、あるいはその施設がそういったことを変えることによってどういうその新たな需要が掘り起こせるか、そういったことも合わせて考える必要もあろうかと思いますので、確かにご提言いただいているようになるべくスピード感を持って迅速に取り組みたいというふうには考えております。4番木南由紀議員。はい、できる限りその再編計画は15年という部分がありますので進めていただきたいなというふうに思います。続きまして4番の、この任期的職員につきましては、まあ、簡単に言えばですね、臨時職員と正職員の間に位置づけられるものだと思うんです。先ほどの部分でありました臨時職員が多いという部分において、今現在でいわゆる10年後においても安心した市の運営ができるというふうに今の体制で大丈夫だというふうにお考えでしょうか。副市長。市の将来展望につきましては定員適正化計画それでもって、やっております。現在それ以外にですね、それぞれの、まあ、1年間を通じて、その仕事がフルでないとかそういう形でのところでの補佐的な形で、臨時職員を採用しているという状況でございます。4番木南由紀議員。
いわゆる辰野市においても中堅といわゆる40代ぐらいの世代の人たちにおいてはですね、もっとその業務にコミットしていただくと、臨時職員は臨時職員ですので、もっとコミットするという部分でこの制度というのは活用はすごくプラスになると思うんですが、先ほどのご答弁でもちょっと考えられるというようなところもあったと思うんですが、そういう人も考えていただきたいなと思います。つまり、総務省の方に聞いたときには、特に保育士の有資格者確保でよく使われていらっしゃるとか、あとはまあ図書館司書であったりですとか、そういった部分でこの任期付き職員というのは異動がないというのと、あと臨時職員に比べていわゆる報酬が出ますね、いう部分、諸手当を含めた給与という形になりますので、そういった部分でコミットもできると思うんです。いわゆるそういった人材は宝だと思うので、ぜひ検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。教育長。確かに私どももう今回調べてみますと、保育士であるとかケースワーカー、そうした図書館司書、そうしたどちらかというと専門的な知識を持つですね、そういうところがでの任期付き職員の採用はあるんですけれども、現実を見ますとやはりその3年5年じゃなくて、もっと永続的に勤務したいという、そういう声があることも事実なんです。したがいまして、今現状これについてこの任期付き職員の面からはどうやっているのかといいますと、例えば法務事務ですね、法制関係の事務などでありますと、この職員制度を使わずにですね、顧問弁護士という形で、現在3名の方を嘱託という方の報酬という形で予算を置いてやっておりますし、また一方嘱託職員という観点では税の徴収で割とそのトラブルがあるということで、現在は警察職員、警察 OB の方をね4名採用してそういう業務に当たっているという、意味合いはちょっと合ってるんですけど、現実の対応はそういう任期付き制度は取っておりませんけれども、こうした観点からの取り組みはきちんとやっているということをご理解いただければと思います。4番木南由紀。はい、その部分と、いわゆる能力がある人は抱え込んでいただきたいという部分と、あとその安心安全というその責任の部分についてちょっとお伺いしたいんですが、保育園や認定こども園については調理師、いわゆる調理師がいられると思うんですけど、確か正職員は、ゼロだと思うんですが、間違いないでしょうか。健康福祉部長。はい、すべて臨時職員で対応いたしております。こんばん、木南由紀。はい、そういったいわゆる臨時職員にすべて、いわゆるその今の場合で何かあった場合は園長先生が責任を取るというような状態だと思うんです。そういった形のこの何かあった時の責任の所在というのは市としては明確にされていらっしゃるでしょうか。健康福祉部長。もちろん臨時職員が調理しようが市側の責任ということになります。4番木南由紀。はい、他にもですね、調べたところ羽畑園という発達障害のお子さんたちが療育する施設、これは発達センターの2階にあると思うんですが、こちらもいわゆる重要な施設、今後療育を必要とする子どもが増えているんですが、ここも臨時職員がしかいないと、こういった部分についてはですね、どうしても市民からすると、安心に預けられるのかなという部分があるんです。こういった部分につきまして、この任期付き職員というのはですね、責任も持てる部分も取れると思いますので、そういった部分につきまして考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。全国支部長。障害児の、通所支援施設でございます羽畑園発達センターの2階にございます。こちらの方につきましては、もともと福祉会館の方で、細々とやっておりましたものが、発達センターが、出来上がりまして、あちらの方にの2階で、現在続けておるということでございます。現状は臨時職員が4名で対応しておって、正職員はいないという状況でございます。ただ昨今いわゆるその療育の必要な、子どもたちの数が絶対数がどうも増えてきておるというような状況もございますので、羽畑園につきましては、状況を見ながら、将来的な在り方についてまた考えていきたいと、しております。
4番、木南裕樹議員。はい、ぜひ、子育て包括の部分も、地方創生の中であると思いますので、考えていただきたいなと思います。最後に大きな、過去5番の部分に言います。この宣言を行うにあたり、特別交付税はどのくらい交付される予定で、中心宣言につきまして、交付税、どのくらい交付される予定か、教えていただけますでしょうか。各財政部長。中心宣言をしたからといって、交付税が、特別交付税が交付されるものでございません。事業を実施するした高に応じて翌年度に交付されるということでございます。4番、木南裕樹。この近隣市町村で現在のところどのような話し合いになっているのか、いわゆるその中止宣言を行うということは今本市で決定していると思うんですけれども、ある程度の合意形成としては得られているというふうに認識でよろしいんでしょうか。各財政部長。9月の25日に中止宣言をいたしますが、首長がおいでいただきます。で、基本的に3月に各それぞれの議会で協定を締結するような状況でございますので、議会がそれぞれの市長でですね、議決をしたわけではございません。したがって首長だけが出席していただいて、こういったことをやっていこうということに合意をすると。それぞれ、今企画課職員が合同して今連携する事業をですね、個別にピックアップして、こういったことはどうだろうかというようなことで検討しておりまして、首長同士は合意しているわけでございますが、議会としては了として、説明は当然されておりますけれども、了としたものでは議決という形態を取っておりませんので、その点ご了解願いたいと思います。本番、木南裕樹議員。はい、この宣言を行うことによって、一つ先に考えておかなければいけないのというのは、デメリットの部分というのはどういったことを考えていらっしゃいますでしょうか。メリットはたくさんあると思うんですが、デメリットという部分では何か考えはありますでしょうか。企画財政部長。もちろん定住自立権の課題というのはいくつかございます。一つはまずは中心市に事務が集中するということでございます。そして、県域での費用負担のあり方なんかも問題になってきます。また新規事業を、展開する上で中心市には8500万円入りますけれども、周辺参加市は1500万なんですね。でも連携中枢都市圏に入っておれば二重には交付されないということですので、費用が入らないということは事業展開の上で非常に厳しいものがあると。じゃあ8500万で何ができるかということを考えていかなあかんのですけれども、そういった面も一つ課題になります。またそうですね、これまでのそれぞれの市長がすでにもうやってますよね。東美とかから西脇であるとかやっておられるところをお聞きしますと、やはり連携中枢都市圏もそうなんですけれども、8500万、そのわずかな財政措置の中でドーンと目玉になるようなことがなかなか展開はできないんですね。ただ定住自立であるとか、そういった医療圏の話で言いますと、その医療圏の中はもう市外の人が入ってきたベッド代が高くなるのを安くしましょうとか、やっぱり住民にメリットがあることをやっていかないと、住民にはちょっと定住実現やってよかったなという恩恵がなかなか出てきませんので、そこのそのメリハリんですかね、事業のメリハリというのはなかなか難しいなと。でまた一方では連携するということは、市層の方は今課題が、要は人口が姫路へ流出しているわけです。だそうすると市層の方は新線の新宮駅へのアクセスを道路としても良くしてもらいたい、そしてコミバスを走らせたいというような課題があります。で、さような方は新宮止めが2時間に1本の新線が来て、それから1時間に1本しかないから、その延伸をバスでやってくれんかということがあります。で、そういった交通アクセスというところについては、やはりこの今の中でどうやって連携していこうか、また上郷にしたらテクノに行く便が2時間に1本ぐらいしか多分ないんだと思う。でそういったことでもう少し増やしてほしいとか、そういったやっぱり目に見える部分をいかにしてカバーしていくかということについて、やっぱり住民のしてよかったなと思えるような事業の選択ということが、やっぱり今後の課題になっていくんじゃないかなというふうに思います。
4番、木南祐樹。はい、まあこれから進んでいくと思いますが、ぜひともこの定住未実現につきまして、たくさん人が進んでいただくよう、またこの町未来創生戦略によって、西有馬に人を呼び込んで、定住を促すように、子育て環境、雇用の創出に向けて取り組んでいただくことを期待して、一般質問を終えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。